お前のそばにずっといられる保証はない。だが、お前の見たい世界のために、すべての力を捧げよう。シャルンホルストは、お前のために戦う。シャルンホルストだ。決して引かぬことこそ我がモットー。気性が荒いと言われるゆえ、言葉のあやでお前に立てつくこともあるかもしれん。あらかじめ知っておくことだ。鉄血巡洋戦艦シャルンホルストだ。優秀な指揮官と協力できるのを楽しみにしている。我が期待が覆されることがないよう願いたい。来たからには仕事モードに入るんだな。まずはこの書類の確認だ。傷跡はすべて死神をしのぎ切った証だ。空母め、情報戦と遠距離戦においてはこちらを上回っていると認めではならんな。怪我は治る。心の傷は時としてそう簡単にはいかん。醜い姉妹思い出深い名前じゃないか。敵に憎まれることは最も説得力のある評価になろう。疲労か。じきに休めるからもう少し持ちこたえろ。低俗な。今はこんなことをしている場合か。任務を手伝う人手がいる。お前、私が適任ではないとでも言いたいのか。いい話がある。任務完了だ。そして報酬も確認してある。お前への手紙だ。重要なのはマークをつけてある。激戦の後は一番気が抜けやすい。警戒を怠るな、指揮官。軟弱者が。艦隊を背負うには力不足だな。戦場では悲観。だが普段の情報を知らない奴じゃあるまい。母校には切磋琢磨を好む連中がいるだろ。何人か紹介したまえ。お前の母校にはすでに馴染んでいる。切磋琢磨をおろそかにしていないが。少しずつ怠けてきているな。なんだ、この久しい安心感。この安心感がなくなるときに何が起こるのだ。そんなの起こさせない。空手型を切るとでも言うのか。だが、お前が言うならば、リアリティも増す、か。お前のそばにずっといられる保証はない。だが、
お前の見たい世界のために全ての力を捧げよう。シャルンホルストはお前のために戦う。委託から戻ってきた仲間か。お互い出迎える余裕がなければ代わりの手配をするんだな。一斉射を試してみるか。耳元でやかましい連中は徹底的に叩かねばな。我らに盾つくゲスどもにふさわしい結末だ。まだだ、今はまだ引かん。戦に慈悲などない。盾ついたことを後悔させてやる。アズールレーン、5周年おめでとう。暇なやつだな。ふん、いただこう。